俺だ、キューだ。よもやまレコーズに書き込むのは危険だから、今君のパソコンに直接アクセスしてメッセージを送ってる。もう分かってるかもしれないけど、 CC 社が警告してる悪質なハッカーは俺なんだ。でも俺はどうしてもここでやらなきゃいけないことがある。頼む、もう一度俺と戦ってくれ。君以外の可能性は全てダメだった。でもきっと君が、君の可能性を確かめさせてほしい。バトルポイント選択画面に新しく点灯したバトルポイントを選択してくれ。でもこれではっきりしたぞ、やっぱり君だ。モニターの位置はどこだ。あ、そこ、そこでいい。見えてる？もしもし、聞こえてる？俺たちが探し続けてきたプレイヤーはやっぱり君だったんだ。やば、あのさ、またメッセージを送るから。それじゃ。君と戦ってみてはっきり分かった。やっぱり君が俺たちの探していたプレイヤーだったんだ。俺は仲間たちと一緒に敵各社を探してた。電脳世界に抵抗できる体質の持ち主を。このモニター界の裏ではとんでもない実験が行われようとしてる。君はバーサス・ザ・ワールドで見知った名前が突然ログインしてこなくなった経験はないか。それはリアルデジタライズという技術によってこのゲームの内部に囚われてしまったからなんだ。実験を企む奴らの目的が何か、それは俺たちにもわからない。でもこのままじゃきっと大変なことになる。君は強制的なリアルデジタライズを無効化し打ち消すことのできる素質を持ってる。君だけがこのモニター界の裏に隠された邪悪な意図に抵抗できるんだ。頼む、俺たちに力を貸してくれ。